この放送は小田研の提供でお送りいたします。めちゃくちゃ呪われてるおばあちゃんち払え、うん、なんかいるわ、もう早速奥っかになんかゆら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 だね、これあまりの興奮にボココ出ちゃいましたね。ゲストの皆様こんばんは、おだけんです。なんでこんなおばあちゃんち乗られちゃったのすごい珍しいタイトルだよなこれ。むちゃくちゃ呪われてるおばあちゃんち行くな。はい、今回は国産の新作のホラーゲーム、こちら遊んでいこうかなと思います。どんな感じのゲームかっていうと、主人公は夏休みを利用しておばあちゃんちにやってきたみたいなのよ。うん。でそのおばあちゃんち日本家屋を探索しておもちゃを片付けたりタスクをこなしながら謎に立ち向かうっていうホラーゲームですね。はい、それではお試しでやっていきましょうか。ゲームスタート。うん、おばあちゃんちか。一人で来たのかな？うん。ああ、雰囲気な。はい。今回は和ホラーということで、ぶちかましていきましょう。結構早く歩けるね。家に散らばってるおもちゃ10個片付す。お、早速お片付けか。はい。これ？あ、これだ。ああ、だ。はい。あ、インベントリで見れるんだ。うん、うん、うん。なんだこれ。うわはは。僕の絵日記が過ぎるぞ、お前。うん。家の電気が嫌い。外から家に来る。あ、なるほど、これ幽霊の種類かな？かもしんないね。怖いね、これ。壊れた人形を見てた。ほう。電話が嫌い。ムキムキだな。はい。うわ、これ怖い。何度か見た。人を追っかけてた。うん。え？ちょっと待って。急に無言やめてよ。これなんだろうね。お地蔵さんに、輪にある？ん？あ、庭ね。ごめん。俺の区切り完全におかしかったな。うん。でもさ、このお地蔵さん、ちょっと血まみれというか、不吉な感じ。あ、なんか書いてあるよ。おばあちゃんの約束。はい。1、電気はつけっぱなしにしない。うん。ブレーカーが落ちるので、落ちたらお風呂場で直さないと怒られる。おー。おばあちゃんいないの？お片付けとかそういう感じだから、小学生、結構お子ちゃんなんじゃないかな、主人公。なのにばあちゃんいねえのかな。閉じまりをしっかりする。うん。玄関すぐに、開くから閉める。ほう。夜は電話が鳴ったらすぐ切る。変な人が出てくる。うん。ようわからん。これまた見れんのかな？どうだ？あ、見れるわ。はいはい。家の電気が嫌い。てか文字を表示。あ、こういう風にやるのね。一番最後に重要事項が書かれてるから、うん。電気はつけっぱなしにしないっていう風に書いてあるから、この部屋も危ないのか？はい。で、停電したらお風呂場に行かないといけないっぽいから、一応最初、お風呂場探そうか。うん。閉じまりもしっかりすると。なんかガラガラガラっていう音したら、閉めに行けばいいのかな？はい。電話が鳴ったらすぐ切ると。わかりました。では行きましょうか。よいしょ。これは？じゃあ早いな、主人公。うん。あ、これは一緒か。うん。はい。約束。おばあちゃんとね、約束ね。さあさあ、ここは？開いたね。開く音なくない？スーっていう。これゲーム音あるか？あれ？これは？あ、ついた。うん。つけっぱなしにしないっていう風にやりますが、これ大丈夫なのかな？一応最初はさ、やられてもいいから、つけっぱなしで全体見てみる。うん。はい。鍵を刺す穴がある。ほう。鍵を刺す穴か。さあ、どうだ、いけるかな？お試しで、プレイはしてますが、あった。うん。おもちゃ回収しながら行こうか。おもちゃの位置とか、これ毎回変わんのかな？どうだろう、こっち側かない。しゃがむことはできないか。ジャンプは、できる。ジャンプで中入れない。うん。さあ、これは？なんだろう。絵が描かれてるだけか。あ、自動扉なんだね。うん。なんかいなかった今。気のせいか。横切った気がしたけども。あ、2階なんだ。ほうほう。じゃあ1階行って、これゲーム本当にある？不安になってきたよ俺。大丈夫かな？あ、玄関これっぽいな。あ、やっぱり。さあ、あ、ついてるね。うわぁ誰やお前！え？
何してんの？いや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 、電気消えんねん。ちょっと待って、俺。音ないっぽいよ。あ？あ、ようやく聞こえた。嘘？なんで反映されなかったの？消えたぞ。ええ！ちょっと待ってよ。これ難しいかもしんないぞ。めっちゃ早かったね。条件がいっぱいある中、任務をこなしていくって結構むずいのよ。うん、当たり前か。右足を出してから左足を出せば歩行の始まりですっつってるようなもんだよね、今の。うん、あ、もうずっと足音聞こえる。はい。相手は毎回一緒か。うん、しかもこれ死んだら一番最初からみたいな感じのパターンかもしんない、このホラーゲーム。これか。今の子は。はい、家の電気が嫌い。だから、あ、でも電気が嫌いなのに、言ったよな。だから玄関の電気消したのか。はい。ただ、ずっとつけてると危ないので、そう。それも危険な気がする。じゃあ一回一回こう消してった方がいいのか。うーわ、大変や。向こう側行けないもんな。あ、でもこっち側部屋があるから、怖いな。しかもあの白い子ワープするっぽいから、それも気をつけてこう。はい。どうにんの？消すぞ一回。とりあえず、2階は分かったんで、うん。すべて消しちゃおうか。よし、オッケー。うわ、怖っ。これ多分下側にも電気あるよな。うん、あった。これを、こうやれば。嘘、お前ちょっと待って待って待って、どうしよう。はれれれ。主人公結構ね、早いから、こういう部屋を通り過ぎちゃうことがある。階段の下り道でタコ踊りしないで。何してんの君は。これ無理じゃん。いやいやいや、積んだろ、これ。あ、消えた。は？消える条件は、あ、明かりか。え、でも、しばらくここにいたよな。なんで？ちょっと待ってくださいよ。うん、玄関もう一回確認するか。あ、待てよ。こっち側にも扉が、そこ逆かくんだな。はい。掛け軸があって、あ、車あったぞ。さあ、回収して、おもちゃを片付けるホラーゲームだけども、よいしょ。これ、車以外におもちゃあんのかな？どうなんだろう。さあ、ここも電気をつけたいんだけども、あった。はい。じゃあ、向こう消すか。こっち。うん。え？待って。この縁側の向こう、家あるよ。あれか、倉庫か。蔵みたいなさ。うん、乗るな、お前。礼儀がなってねえな。乗るな。うん。ばあちゃん家に来て、そうそうテーブルに乗るっていう。うん。さあ、あ、消しちゃった。どういったの？いる？おばあちゃんではない何かがいた？今。どうしよう、これ。電気消えたな。自動で消える場合もあるから、どうしようかな。玄関閉めてないといけないからね。はい。ここ、なんだこれ。悪趣味が過ぎるぞ、おばあちゃん。これなんか謎解きっぽくない？このさ、積み木。ここはあった。はい。おもちゃ。何個目だっけ？ 5 個目。結構取ってんな。これ懐中電灯はないの？ないっぺーな。はい。あ、ズームできる。ただ、ズームはそんな使わなそうだな。はい。ここは入れるか？あ、入れないっぽい。入れるっぽい。なんで今反映しなかったんだろう。あった。6個目。10個集めるだから、ここ開いた。で、つけて、はい。お風呂場、これブレーカーどこにあんの？うん。一応お風呂場を発見しましたが。え、ねえ、これ。あ、また別のおもちゃがあるんだ。え？車のついってこと？多分そうだわ。どうしよう。あれ？お風呂で電気を戻す。どれで？どうすんだ、これ。この子触るとか？違うな。おや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 ？どうすんだってばよ、これ。うん。これもう、あ、無理だ。あ、大丈夫だ。お風呂の電気はつけましたが、どうしようこれ。この廊下が見えねえ。いつ来るかわかんないからな。お風呂の電気はつけとこうか。はい。お、さーって聞こえたな、今。ここは開かないね。はい。てか、マウス感度べらぼうにいいな。ちょっと直しましたが。いや、これ主人公早いな。早しすぎてなんか、通り過ぎて終わる可能性がある。ここはなんだ？電気は？
よいしょ。OK。さあ、キッチンか、広。おばあちゃんち広い。すごいな。最後の晩餐にはちょうどいいわ。ここは？あ、またある。はい。あと2個。ここ開く？これ開かないか。はい。外側確認に。おお、開けてる！どうにんだ？はい。他、なんもないかな、ここは。光源をさ、また確保してから行きたいんだけども。これなくなると本当に見えない。おっと、近いぞ。はい、あった！いい！どこにいたの君は！急に来ないでよ。むちゃくちゃ呪われてんじゃん。うん、おばあちゃんどこ？勘弁してくれよ、これむずいぞ。一番最初からパターンや。とりあえずおもちゃを10個集めるとこまで行きたいな。うん。さあ、参ろうか。確保したんで、うん。ここはもう電気消していいや。なんで？ペタペタさ、足音が聞こえる前に、もういろいろ、ダッシュで集めよう。ちょっと視点がさ、ぐるぐるなっちゃうから、皆さんご了承ください。はい、スマホを入れしやすい方はこれ扉があると思うんで、この中にスマホを入れて、扉を閉め、あれ？恒例行事やってたらなんか来たぞ。何これ？結構ラッキーだったんじゃない？ああ。上、これ。なるほど。屋根裏行けんだ。ああ。そう、これを閉めてからご視聴するとって言うとしたらなんか来たね。やった！出るか？はい。一応今2個。手にしたんで、近くにいるかい？これ閉まっちゃうんだよな。さあ、廊下は？もういるもんな。うん。下か。一回徘徊してるぞ。さあ、参ろうか？ん？これ二階と一階別？照明。あれ？つかないよ。え、もう？あ、つくわ。あれ？やっぱ連動はしてないか。はい。あ、お手洗い場ある。なんで？閉まっちゃった。ここはおもちゃないんだ。今のところ全部屋におもちゃありましたが、この中に入ってるとか。どういう遊び方してんねん。うん。そもそもこれ主人公どんだけ拡散してんの？おもちゃを。そう。トイレに入れる遊び以前になんでこんないろんな各部屋に置いたんだろう。やめろ。ちょっと待ってね。あれ？ここはなかったっけ？はい、鍵がかかってる。鍵いっぱいあるな。さあ、おもちゃを手にして、こっち側をつけようか。おもちゃの場所は毎回固定だね。うん。この部屋にもあったよな。あった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 。さあ、いよん。では、電気を消すわよ。出て平気？そう、幽霊も、主人公とほぼ同じ速度で、こいつはここにいた方がいいな。うん。電気が嫌いだから、つけちゃうと消えちゃうもんね。しばらくそこにいなさい。うん。さあ、懐中電灯が欲しい今日この頃だけど。あれ？消えた？消えたわ、マジか！めんどくさ。どういったな、あの子。はい。ちょ、こっち側もつけて、来る？いないな。はい。どんくらい電気つけ、うわ、やっぱ落ちた。ここは？あれなんだよ、開かないの？開いた開いた開いた。よし。これで、この子を触る。はい。どうだ？戻ったかな？戻らない。あ？あ、てか、おもちゃあったわ。どうすんだ？うん、キーじゃないよ。つかねえ。どうしよう。あ？お風呂場で直すっていう風に書いてあるよな。ちょっと待ってね。一番最後のページ、これ。え？はい。落ちたら風呂場で直さないところ。え、直んないよ？どうすんねん。もうこれ見ればいいか。はい。お風呂場で直す。ん？違うな。なんか、できることがあんのか？お、今ガチャって言ったな。なったのかな？あ、違う。あれれれれれれ？お風呂場、あ、なった。なにこれ？トリガーなんだ？謎や。はい。じゃ、消して。うん。お、消えたぞ。おもちゃ6個、あと4個か。結構取り逃したな。はい。
ここなんもないもんね。では、行きましょうか。さ、ここ消して、いや、これ暗いよ。大丈夫？うん。これトイレだもんね。トイレというかお風呂場か。さあ、次はこっち行こうか。はい。どっから来るんだ？わからんちぇ。はい。照明、照明。てか、おもちゃ取ってから。そう、これスマホ用意しやすい方は気をつけろよ。ここはもう取ったから電気はいい。進もうか。カレンダーがある。おっと、来たか？来てない。さっきはここでやられたからね。うん。電話が鳴ったらここで切ると。ほう。いいじゃないのよ。さ。あ、これお風呂場か。ちょっと待って。なんで？嘘でしょ今さ、喉渇いたからお風呂場でタイムにして水飲んでたのよ。ちょっと。タイムとは。マジか。あら。結構暴君なんだね、あの子は。あー、なるほど。これタイムっていう概念ないからさらに難しさ増したかもしんない頑張ろう。結構集めたのに。うん、これもういいわ。読まない。はい。あれ読まずともいけるんちゃん。2個目。あった。なんかこれさ、車の位置覚えればもう暗くても余裕な気もする。さあ2回終わり。1回行こうか。玄関にいるからな。うん。これ電気つけてるぞ。どっから来たの今。なんだあいつは。ぶっ飛ばすぞ。どうしよう俺。彼さ、もう向こう側ワープしてるから。あ、いる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 。あ、なるほど。明かりついてるから来れないんだ。一回消して、どうだ。向こうか、玄関に行ってほしいな。はめたいよね。どう？いるかな、ここに。電気！はい。はい。彼が部屋にいるときに電気をつけたらどうなんだろう。それも気になる。さささささささあ。あった。ラッキー。廊下つければいいか。あ、これ消した瞬間来るか。あ、大丈夫。ここもついてるから。よし、オッケー。さあ、参りましょう。廊下だけつけて、どんどん開始していくか。オッケー。さあ、さあ、さあ。ここは終わりよね。うん。あれ、なんだろうね。蔵だよね、多分。行くのかな、あの蔵も。さあ、ここも開けて。いる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 。じゃあ、取っちゃおう。はい。ここずっとつけてれば問題ないから、じゃあこの辺消していこうか。はい。さあ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 。向こう側も電気ついてるから、後で左側回ったら、おっと。左側回ったら、行こう。さあ、ここ、あとここ。よし、オッケー。ひどい！びっくりした、今！振り向いたら急にドンクルジャンプスケアのホラーゲームや。これはなかなかだわね。やってくれるじゃないの。さあ行くぞ。真っ暗な状態でももうわかるようになったから、地形はもう把握した。さあ。ただ、部屋がまだ、そこまでね、把握できてないんで、うん。じゃあ、地形把握できてねえわ。何言ってんねん、俺。それ、あ、いるいる。そこに行ってもらおう。まず、廊下あたりの、この、車を開始していこう。あれ？消えた？消えたな、これ。チクショ。あ、またそこアップした。オッケー。じゃあ、そこにいなさい。なんで2体いるよ？嘘？あれ？今、あ、なるほど、ワープしちゃったんだ。はいはい。そこにいてくれ。頼むぞ。解き放つと、こっちかすぐ来るから。ワープ、無理なやつや。嘘でしょ？ちょっと待って。これやばい。本格的にやばい。どうしよう。クリア、お前。それ無理だろ。無理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 。クリアをさせる気あるこのゲーム。ちょっと待ってこれ。まずいぞ。え？ワープポイントが完全にランダムだわ。玄関から来ない。
うっそ。ちょっと待ってくれよ。はい。確保した。次どこにいる？もうこれ自分が通る道はすべて電気をつけるしかないのか。いやでも停電するからな。はい。取った。ちょっとほんと勘弁してくれやんす。うん。ここある？あった。はい。取った。どこにいるんだ？あ、今いたな、ここに。消えたぞ。気を引き締めていこうか。さあ、多分お手洗いはにいんじゃないかな？風呂場か。よいしょ。いる？ねえわ。よいしょ、オッケー。おっと、押したかな？うん。つかないね。これやっぱトリガーなのかな？風呂場に行って、あれ買っちゃって言わないな。うん。直す場所ないんだよな。むむむむむ。やっぱつかない。どうすんだ、俺。この子押したら、なるとか？でも押せねえもんな。ちょっと入ってきちゃうわよ、あの子が。はよ。電気かも。いや、直んねえわ。え、どうすんだ、これ。ワランチェン。おい！もう豪快に行くわ。はい。ウルトラスーパーハイパー豪快コースを打鍵で行く。うん。クソつまらないな、今の。さあ。これ。よし、オッケー。さあ、取ってこっち側に、もう一個あるから。オッケー。はい。さあ、開ければいいよ。いる？いたね、今。どこに行ったの？え？ここに座ってて！ちょっと待ってくれよ。本当にむずい。なんだこのゲーム。結構理不尽系なホラーゲームなのかな？さあ、じゃあ2回はもう言わないから、行こう。はい。ここも消したい。消しとくか。よし、オッケー。多分電気の個数制限があるんじゃないかな？これ。どう思います？そう。5個以上つけると、なんか停電するとかさ。そう。そういう流れな気がする。さあ、ここもつけて、うん。取って、嘘だろ、今。主人公がこっち側にいたから消えたのか。さあ、取るわよ。はい。こっちかなんもないからね。うぃりりりりり気持ち悪い。じゃあ、ここも確認しよう。すぐワープする可能性があるから、ここも。あー、電気つけるの忘れたわ。ここで毎回、住んでるから早く出よう。ふぅ、危ない。さあ、今何個だ？ 8 個、あと2個。よし。あと1個。消えた。素晴らしいわよ。あとどこだっけ？ここ取ったもんな。うん。おや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 ？おっと、またワープしてる。これ取ったもんな、ここも。どこだ、どこだ。あれ、ここ？なんかあるか。よいしょ。あ、こうやって取ったな。うん。あ、いるいるいる、また。切って、もうずっとそこにいる、お前。どうしようかな。お手洗いは、あれでも、ここないよな。あ、消しちゃった。あぶね。感度がさ、結構いいから、そう、この辺にいて、クリックするだけでもここ消える。危ねえな。なかなか危険なゲームよ。うん。玄関あるかな？ある？ねえな。ここは、あ、開くね。はい。外何もなさそう。ではでは、あ、登れない。え、嘘？あ、ジャンプか。なるほど。ここで利用すんの？うん。あ、待って待って待って！危なかった、今！電気消したから死ぬかったって、いけんか？口ほどにもない。さ、あ、待って、ここ危ないぞ。彼がワープ、あ、してないな。あれ？最後の一個どこだ？おや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 ？どこで取った？ん？残りの一個、うわ、こっち行きたいけども。大丈夫か？いやいや、やばい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 ！あ、ぶんねえ！ふぅ！いや、向こう行きたいな、俺。ここもつけて、こう電気ないっけ？
え？あ、違う、ここじゃない。あぶね。これどうしよう。向こうから確認しに行きたいのに。おやおやおや。これで消して、やっぱりこれ、電気の個数制限が違う。全然違う。ちょっと待ってよ。これしま、なんで？これセッティングでレイヤー全員抹殺とかない？え？あ、なんかここ。あ、開いた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 。なんかあったよ。醤油、みりん、大根じゃないよ。どういうことこれ？なんかこれからまた、今の3つを集めていくのかな？あったあった！ここか！なるほど。同じ部屋に2個あるパターンだ。うん。よし、オッケー。ちょっとここもつけよ。はい。ふぅ、あ、そう、あとね、ちょっと明かりを上げました。うん。これ喉枯れてない？ちょっと待って。俺喉枯れてるよね、多分。うん。あ、これか！なるほど。え、でもなんで、さっき復活したりしたの？おかしい。このゲームは何かおかしいぞ。いけるかな？はい。廊下つけて、さあキッチンも回収しようか。ここつけないと死ぬから。よし、オッケー。ふぅ。徘徊してるなぁ。じゃあもう10個集められるね。うん。残りは、よいしょ。こっち側かな？うん。あれ？あと1個？あ、10個いったわ。どうすんの？ 10 個集めた。うわ、暗っ。うん。どうしようかな。これ、自室に戻るとか？あれ？着いた？あ、着いたね。感度がこれ微妙なんだよな、ほら。どういうこと？なになになに、なんか変な声してる。は？意味わかんない、今の。え、誰やあんた！ちょっと待って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 、どういうことどういうことどういうこと今誰？キモ。うん、じゃないよ。え、どうしよう。俺の家に誰かいる。ちょっと待って。これ。あ、消えたわ。あ？これどうすんの？あ、ここか。あ？なになにこれ。おもちゃをすべて片付けたわ。じゃなくてなんで俺屋根に登ってんの？忍びになった。どうしようこれ。は？はい。なんか新たなお化けが追加で、この子。ねねねねねねねこれ。どうすんの？あの赤い女は、確か玄関の子だよね。あ、そうだ。外から家に来る。で、戸締まりか。なるほど。玄関が今開いてるから、あの赤い女が解き放たれてんだ。なるほど。帰れ。どうしよう。どのタイミングで行こうか。はい。あ、なるほど。もうすぐリスポーンするんだね。はい。外側が出れるんだ。うお。で、どうすんの？ここ行けないもんな。はい。どこでリスポーンしてんの？毎回あそこでリスポーンするのかな？てか、お化けは全員外に出すとかそういう方法ある？そのライン行けるかな？どうだろう。くれ！ちょっと暗すぎて見えない。玄関どこだ？あ、ここっぽい。ねえ、これ。ん？え、なんでいんの？嘘でしょ？当たってないだろ、今。あ！コンティニューになってる！どっから？ん？なんで屋根からなの？意味わからんち。お前！ちょっと待って。これ、毎回屋根からなの？俺。嘘。絶望や。はい。それつけて、うん。あれ今、なんか、なかった？はい。え？ガシャ、あ、開いたね。これで閉めればいいのか。閉まれ！感度悪いな。はい。あ、また開いた。うっそ！あ、消えたわ、やっぱ。はいはい。そういうことね。誰？誰今の？カオスだな、このホラーゲーム。どうすんだろう。はい。なんかアイテム、ないか？うん。よくわかんねえな。え、この子何？次どうすんの？なんか、指示出たか？うん。かわいい。そして赤い女も、多分時計のあ、消えたわ。
入ってきてるから、これで、よし、オッケー。消えた。ジャンプ力もっと鍛えろ。はい。どうすんの？これまた、お部屋に戻ればいいのかな？うん。何をするって？よいしょ。さあ。あ、なんかある。ん？古い鍵。あ、さっきなんかあったな。扉。引き出しと、あとなんか、あ、ここだっけ？ここも確か。はい。これ何？これ違う。そう、仏壇みたいなところにあったよな。仏壇と引き出し。ここにしようか。あ、てか電気消そう。よいしょ。OK。さあ、ちょっとここも消しといて、うん。なんでこれ消そうとしたらトイレ開いたの？あ、待って！停電したわ。これまず、なんでいいんだよお前。まずい。パニック。どうしようかな。モンスターパニックだからな、今。いける？いけるっぽい。よし。停電しちゃったから、つけに行こう。これかよ。今も、なんで？なになになに、君、なに本当に。どうすんのこの子。鍵今、また手にしたんだけども、回避のしようがないのよね。うん、誰だ？で、また、忍びや。うお、これ怖いって。この子電気じゃないの？うーわー お前やめろ。ここ、ここ。あ、いた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 。これ読んで大丈夫？外で見かける赤に関するメモ。あの存在は大いに、だよね。うん、読んでる暇ねえわ、このゲーム。カオスというか祭りになってきたな。なんでこれ毎回屋根にリスポーンすんの？多分これお化けだろうな。はい、今回もやっていこうかなと思います。で、行きましょう。忍びになるかな？どうなんだろう。修正されてるか？ん？あれ動かない？およよ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 よ、ちょっと待って。あれ？これ。終わった？ちょっと待って。これ、フリーズしてるな。嘘！ちょっと待てよ。これ、データ飛んだ？あ、終わったわ！スタスタじゃないよ。うん、笑うな。なんか足見えてんだけど。どういうこと？これあれだ、多分主人公土の中潜ってる。忍びの次はモグラになったの。おーい！嘘だろ頑張ろう。うん。もう一回最初からやるわ。まあでも、前回で結構流れを把握したから、今回余裕でいけると思う。うん。フラグじゃないよ。本気でいくから。はい。一応、おさらいっていう感じで、最初からやってもいいかもね。うん。アップデートが入ったから多分、そういう風になったんだろう。それ仕方ないよな。今一個、あ、そうだ。電気をこれね、いっぱいつけてると、ブレーカーが落ちちゃうのよ。うん。ただ、電気が消えてる部屋だけに、今徘徊してるモンスターが来るから、そう、だから自分がいない時は、いない部屋は、電気を消さないといけないっていう感じなんだよな。で、2個目。そう、このおもちゃを10個、はい？あ、徘徊してんのか。そう、10個、集めたらここに入れるの。うん。したら、鍵が出てくるみたいなね。はい。おもちゃ10個って言ってもなんか、おもちゃ全部車だからね。さあ。てか、マウス感度が、ちょっと変えるか。ちょっとマウス感度結構よくしました。うん。こういう、消すときさ、不便なんだよね、ゆっくりだと。そう、だから、ちょっと、スマホ用意しやすい方は、気をつけてね。はい、ここも消そう。忘れまくってんじゃねえか、これ。はいっすーん。触れるわよん。はい。ここもつけて、つけた瞬間ね、怪物消滅するのよ。そう。さあ、3個目。おっと、今なんか影見えなかった？いたな、ここに。危な。うわ、なにのお前、ここがリスポーン地か。いや、まずいよ。なにこれ。うん。影がかかってる。さあ、電気つけるわよ。ガウン。危ないわ。はい。で、これ何？うん。前回負けたけどできなかったよな。こっち側も確か開けたよね。はい。この部屋は、そう、なぜか、一部屋に一個おもちゃがあるんだけども、なぜか、二個ある場所だったよな。よいしょ。消して、いけるかな？はい。あ？開いた今。気のせいか。さあ、この徘徊してる子ってどこにいるんだろう。あー、まずいぞ。ここにいると。これをつけて、いや、ちょっと待てよ。これ結構。はい。あ、いるいるいる、ここに。ほらほらほら。手が貫いてきてる。気をつけましょう。さっさとしないと、
停電もしてから、この廊下つけとくか。さあ、どこに行ったかな？よし。このまま行っちゃおう。はい、4個目。そう、停電すると、ここのお手洗い場のバッテリーを直しに来なくちゃいけないの。さあ、こっちか、もう戻ることないから消そうか。いや、遠いんだよな。これ向かってる最中にやられる可能性あるからさ。それが怖い。いけるか。おーし、オッケー。ふう。ではでは、今、何個目だっけ ?4 個だっけ。はい。ちょっと待って、ここ押されるから、あれ電気どこだっけ？あ、ここだ。よし。さあさあさあ。はい。アイテムが、7個目だ。ここにもある。よいしょ。クリックで取れるようにしたいな。セッティングでできるかな？無理ペイは。ではでは、8個目手にしたんで、9個目。確か、あれ？最後にこれどこだっけ？ちょっと待てよ。ここ。来てたな、今。あ、ここだっけ？あ、取ったわ。あれ？どこ取り逃してる？ここは取ったもんね。あ、そうだ、あそこだ。なぜか2個ある部屋がもう一つなんだ。確か、ここや。大丈夫？うわー、消したちょっと無理よ、これ。うわ、開いてる開いてる。いりりりりりやめろ、お前。うん。ここのゴミ箱の中。これだ。よし。来た。結構簡単に来たぞ、今回。はい。停電もなく来たね。で、あ、上戻るんだ。うわ、これ、消さ、なんで消したの、俺。アホ。いりりり。あ、でも、閉まってるからいけるか。ふう、開けてね！さい！危ねえ！ふう。ちょっと待って。開けやがったの、こ。さあ、これで。そう、リスポーンというかさ、ワープしてくるからね。はい。よし、オッケー。これで忍び人生が始まったんだよ、前回。やめてくれよ。はい。で、行きましょうか。前回はここまで来るのに20分くらいかかったよな。もうちょっとかかったっけ？で、この辺から、ちょっと待ってよ。あれ？一階の間、入れるね。目標が今書いてあるんだけど、もう薄くて見えねえわ、これ。一階の、棚、うん、そうだね。棚開ける。ここだよな。はい。これを見てる最中に前回やられました。今回停電しないな。運よく、そういう回なのかな？外で見かける赤に関するメモ。あいつか。あの存在は大いに恩恵をもたらす反面、同時に妨げとなる。うん。しばらくの間、札を駆使して、ひな人形を操作し、八つを制御していたが、あまりにも反抗的なので、胴体と頭部を切り離した。ほう。本当に不愉快極まりない。もしかしたらあれを検討せざるを得ないかもしれない。うん。どういうこと？よくわからん。さあ。あ、こうやって見ればいいのか。ひな人形の頭部を手に入れる。バール、あ、バールのようなものあったよな。前回。はい。畳を破壊する、ひな人形を結合し、あったな、ひな段。なるほど。じゃあ、バールをまず、取りに行きましょう。おお、手前になってる！いや、ふい！あれ？消えた？これ。ちょ、待て！あ、なんで俺逃げたの？閉めないと。うわ、お前、マジか。あ、登れないでやんの、お前。ダッサ。消えてもらおうか。よし、オッケー。さあ、これ閉めよう。閉めないと赤い女が来るのよ。うん。で、ジャンプ。はい。どうしようかな？バール手にしたから、おっと、また来た。お前が来るんかい！はい。この子は無視して、ちょっと待って。あ、待って！ちょっと待って！口ほどでもないな。さあ行きましょう。これで。うん、けどさあ、鍵で手にしたから。クリックで開きたいな、これ。そう、Eボタンだとなんか慣れない。さあ、バールのようなものを回収して。次は、何を見つけるんだ？はい。ここは何もないよね。これまた一から前提姿、もうやめろ。取って、で、どうすんだ？はい。ひな人形の頭部を見つけた。あとは、下半身かな？下半身がどこにあるとか言ってたっけ？畳を、あ、畳！どこ？ここら辺破壊できる？畳。破壊できそうなあそこかな？ここっぽくない？イーン！しかも停電した。ちょっと待って、これ。ここで巻くしかない。奴が来たら一貫のあれだから。あ、ここにいればいい。これ強くない？うん。赤いのが来たかな？ちょっと待ってね。
封印。お前ら！え？あ、ちょっと奇跡が起きた。ちょっと停電してるから、一回、お手洗い場に行って、あれ？もし OK。戻す。これ、つける。間に合うか。はい。ふ、ここ怪しいよね。うん。この女の子がいるからさ。あ、ここだ、やっぱ。ほら、ほら。ちょっと待って。電気どこにあんの、ここ。あれ？ここ電気ないか？え、ないはず。なくない？あ、開けるくない？あ、消えた。ちょっと待って。ごめんな、なんか。はい。ひな人形の、あ、なるほど。これで、結合。結合どうやんの？これで、あ、C ね。はいはい。あなたー！来たぞ。これでひな人形に置こう。はい。おん！はい。で、つけて、ひな人形、あって。うわ、来たか、お前！おー、遅っ！お前行くわ、もう。電気、ペン！先に破壊してやる。よし。これ破壊するとなんか消えるから、お得。はい。バールを取った、ひな人形の頭は確かこの中にあったからランダムになってないやな。頼むぞ。なたん。よし。いいぞ。やっぱこれ、一回死んで、そう、流れを把握するのが一番いいかもね、このゲーム。さあ、これで、よいしょ。OK。うん。で、一応メモも確認しようか。はい。まだ開いてないわよ。はい、OK。うん。ではでは、ひな人形、お隣や。いる。じゃ、この子消してから、消えたね。つけよう。はい。おっと待って。消えた。お前なんでいるんだよ！ちょっと待って。一回閉めよう。ここ閉めてから、ちょっと待ってね。はい。さあ、これで消えるかな？おっと待って来た。早いね。はい。停電しないように。ちょっと。はい。あ、なんか向こう側にもいたな。ここも切って。ふうふうふう。これでお供えできる？お、来た！あ、なんか静かになったよ。はい。お札を探す？お札？え？あ、やばい。まずい！全員集合してるこれ。いけるかな？頼むぞ。せーの。はい。スイッチオン。これでいいかな？あまりの驚きに吹き出しましたが。はい。こっからなんだ。ラッキー。さあ、お次はどうする？うん。人間の呪いは去った。うん。呪いに対処する札だ。札。何札って？あの子はまだここにいる？いない。お、あ、なんかある。なにこれ。ズームするだけで取れ。あ、取れた。なんで取んなかったの今。距離が足りなかったのか。はい、うん、暗い。ここはちょっとまだ危ないから。こう抜けて、どこにいたの？君はどこにいたの？さあ、気を取り直して行きましょう。はい。この鍵はどこの鍵だ？小さな鍵。上のさ、おお！急に君もワープするタイプや。ほい。これでええやろう。さあ、ここつけて。うん。札を探す。そう、鍵も使いたいし、お札も回収しないといけないから。あ、これや。鍵、あ、ここじゃないんだ。あと鍵どこにあったっけ？ちょっと忘れちゃったな。どこにあんだ？札、札。どういう札だい？危なかったな。どこに札あるんだ？うわ、やばい。さあ。よいしょ。着いた？あれ？大丈夫かな？これで。ちょっと怖いから一回ここに逃げて、うん。で、これも干渉しよう。さあ、行くよ。ひな人形の呪いが、あそこでフラフラしてるおばさんだったんだろうな。お札。どこだ？また自分の部屋に戻ってみようか。おっと、来るか？ちょっと待って、一気に行こう。さあ、つけて、危ね。ふう。ここもつけて。さあ、消して、自分のお部屋行って、なんかある？お札ないな。うん。札を探す。どっかに一枚あるんだろう。わ。もう一回一回探すか。隣の部屋も怪しいよな。あ、これか？今の鍵。お、これや！
隣の部屋から大きな物音。隣の部屋、ここ？はい。なんだ？ここ何ある？なんもないね。ん？え、何これ？え？これ、あ、はい。うわ、札あった！うわ！家に散らばっちゃったの？お前、散らかすの得意だな。おもちゃといい、これといい。これは？はい。マジ？まあいいや、もう。とりあえず流れ分かったから、これ、調べようか。おお、なんか撃つのか。わら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 。やってる場合か。なんだろう。お札1枚目を今手にしましたが、てかいけるこれ。間に合うか？いっちゃういっちゃおう。やつは多分部屋の中で、詰まってる気がする。お、来た！ラッキー！かなり、うん、ギャン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 。危ない。危ねえ。どこにいた？ちっちゃ。笑い声が聞こえたからまた赤い女が入ってきてるから。ちょっとね。はい。お札か。どこだ？家に散らばっちゃったから、また一から探すしかないね。うん。一部屋に一枚、あるね。はい、二枚目。三枚目来るかな？よいしょ。さあ、どこにある？天井とかにあったりする？これ違うもんね。うん。ここは？ないか。あら、この部屋ないの？じゃあ行くか。ひょっとしたら、こんなんがないか。ここは？電気がないから怖いんだよな、ここ。あった！ 3 枚目。意外と目立たないとこにあるな。ではでは、この廊下の奥は？確か電話があるんだよな。うん、ある。はい。4枚目。おそらくここもあるだろう。うん。起きてるね。ちょっと待てよ。消して。どこだ？あった！ 5 枚目。6枚目この辺ない？なさそう。じゃあ行くわよ。はい。あ、この先行くか。見てないよな。あった！ 6 枚目。てか、ここ絶対なんかあるよ。この辺。そのうち何かやんだろうな。さ、おっと、まずい！お前ら。そして君、そこにいたら邪魔よ。はい。よし、オッケー。さあ、これやった瞬間赤い女は消えんだよな。はい。じゃ、お前も来んのかい。ここ見たから、消すか。よいしょ。さあ、ああ、来たか、また。お前もか。しつこいね。扉開いた瞬間、赤い女はリスポーンするんだろうね、この家のどこかに。はい。他は、あれ？どこだ？ガチャガチャ聞くて、今。2階かな？あ、ちょっと待って、ここ見てないわ。はい。一応確認するわよ。わあ、ここ消したい気持ちもある。お札お札。ないか。あった。はい、7枚目だよね。あと3枚。どうだ？消す。出るわよ。はい。で、今7枚目だから。あー、どうしよう。いけるこれ。こーわ。行くしかない。ゴー。はい。つける。ただこれつけたら、ここつけて向こうか、消すか。それが A。よいしょ。これも消しとこう。しばらくあの赤女ご無沙汰だね。さあ、あぶんな！ちょっと待って。さあ、この奥で。あ、ここにもある。おっと、来た！これやっとこう。あれ？鍵は？ちょっと待って。その前に、電話が鳴ってるから。いや、誰やんだ！ちょ、待って。すんごいのがいる。どうしよう。多分電話の主だよな。うん。まあ、いいわ。彼があそこで詰まってるから、その間、ここ調べよう。あった！来た！さあ、9枚目。ラストや。よいしょ。ここは出る。多分ここに10枚目あるんじゃない？お邪魔します。はい。10枚目。あれ？ない。うん。
あ、そっか、ここで撮ったんだもんな。そりゃないか。どこだろう。逃してる場所がわからないわ。そりゃそうよ、逃してるんだもの。じゃあこっち側をつけてから、はい。ふう。いけるかな。怖いんだよな、ここ。よいしょ、OK。明かりに弱いとかないかな、あの子。どうだろう。危ね。さあ、電話。ふう。あ、いる。どういう動きしてんねん、お前。俺じゃん。あ、ちょっと待って、これ。終わった？いけるね。よし。さあ。電話を消せば、なんかなる？ん？あ、なるほど。電話消したらあの子が消えんのか。やっぱり電話の主だ。もう一枚あるんじゃないの、ここ。ないかな。ラスト一枚どこん？むむ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 。電話の方は取ったもんね。うん。同じ部屋に2枚あるっていう可能性は。玄関は？どうだ？玄関ないか。ないね。うん。外っ側にあるとかでもないもんな。ちょっと、いや、ここ探す？また。あ、ここや！来た。ちょっと待って。あいつを消して、うん、どこにいんだよ、あいつを消してからにしよう。はい。この子がいるから。はい。OK。ふう。で、お手洗いだ。なるほど。さあ、これで。OK。10枚取ったよ。これどうすんの？ひな人形。また鳴ってるよ。もうええわ。行こう。ひな人形に貼る。5。来た。外を探索する。なんで？電話一回切りに行こうか。あ、切れた。自動で切れ、あ、切れてない。音声があれだね。届かない場所があるんだ。あ、いいよ。うん。これで OK か。さあ、結構スラスラじゃない？こっち側はいないね。消すか。あ、違うわ。向こう側だ。外を探索する。じゃあ玄関つけて。はい。あ、向こう、何してんの？上出ればいいの？外探索、危なくない？何してんの？え？どういうこと？ここは私たちに任せて、早く行くなよみたいな。優しいな。これで向こう側行くとか？うん。なんだろう、あ、スタミナある。今更気づいたわ。鍵が変わってる。この周りは？なんもない？ん？いやいや、わかんないわかんない。どうすんのこれ。はい。なにこれ。頭のない地図を探すやん、これ。そして電話がまた鳴ってる。どうしよう、これ。うん。無視でいいや。お、なんか明るい、向こう。なんだ？なんかあんのか？ん？なにこれ。あ、なんか取った。倉庫の鍵。ほう。ここ？最高か。あ、いた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 。お！懐中電灯！ありがてえ！はい、うるさいよ。うん。ここは、電気はないね。うん。懐中電灯でいけばいいのか。はい。ん？あー、なるほど。屋根裏みたいな感じか。あれ？ここか。押し入れの、あったな！これ、881。わかりました。335ね。この箱は？開かないか。じゃあ、うちに行きましょう。881。いや、これはありがたい。いろいろアイテムをさ、手にしたから。うん。うん、これは大丈夫だもんね。はい。これも封印したから、OK。じゃあ、押し入れ行くだけかな？うん。881。うん。そう。踊ってる。さあ、あの子も徘徊してるね。直行しよう。さあ、つけて、まだ電話鳴ってるかな？あれ、鳴ってない。おや？どうしてだい？はい、あ、でも、出れるわ。出たら多分ブルブルしてる子は消えんだよな。どうすんだ、これ。南京錠の中に、多分金庫の、パスとかが入ってんじゃないかな。どうだろう、これ消すか。よいしょ。こっち側も消して。ではでは、この辺つけてないやな。あ、つけてる。よいしょ。さあ、ここは？ここつけてない。
よいしょ。つけた？うん。あ、ここもつけて。よいしょ。何件、あ、ここか。確か、この中に違う、ここじゃない。あー、いつも、召喚されたっぽいな。お尻、行っちゃおう。はい。あった、ほら、これ。881。あ、こうか。881。どうだ？聞いた。お！上がれるの？はい。どうなるんだろう。結構進めたね。なんかあるぞ。ん？うわ、やば！とんでもない、まがまがしいな。はい。お地蔵さんや、これ。来た。うん。顎あたりで取ったね。地蔵の頭イベントに追加。え、何これ、こう。ん？新しいモンスター追加されたっぽいな、これ。嘘！ああ、襲われた！え？どうなっちゃうの？なんだなんだなんだ？どうなんの、これ。え？何ここ？また飛ばず、何してんだ、あいつ。どういうこと？これ、あ、ちょっと待って、なんか。ちょっと終焉介護思い出すな、この感じ。正しい場所を見つけていくのかな。あ、見つかった、俺が。待てよ。何ここ、通路があるね。ここ開かない。お、ここは、おー、いっぱいいる。あら、ま、正しい道はどこだ。向こう側は、はい。なんか曲が独特だな。こっち側は、はい。あ、また通路ある。さあ、この通路行ってこうか。あ、いるいるいる、危ない危ない。行き止まりはこの闇だよね。どっち行けばいいんだ。はい。あ、ここっぽくない？うん。地下っぽくない？これ、どこ？正しい場所があんねえな。はい。おー、なんかここ。暗い。あ、なるほど。柱になってんだ。うわ、危な。これで、おーおー、どこも行けない。どうしよう。こう落ちるもんね、多分。危ねえ、うん。向こうか、こう行けばいいのか？あ、ぽいな。あそこがゴールか？はい。一応、懐中電灯もあるんで、併用していこう。はい、危ねえ。さあ、ちょっと謎の無限上感がありますが、逃げていこう。やべえ！私を怒らせてだな。さあ、行きましょう。さっきの景色いいところ、ん？なんだ、ここ。うん、ただいま。でも、ここそんな難しくないぞ。多分。あれ、さっきのところ。向こうかか。そっち行ったね。はい、オッケー。これで、ちょっと待ってよ。スタミナを回復させながら。何してんの？さあ、早く去ってくれ。頼むぞ。向こうかだから、こう、遠回りだな。一周すればいいのね。はい。これ、鉢合わせ、ああ、いやいや、ちょっと待って。やらしいな、お前。早く行きなさい。ちょっと待って！はい！さ、うわ！これで右か。ふう。で、次はどうすんだ？てか、なんで俺飛ばされたの？今更だけども。はい。うわ！キッチンだ！これ自分の家じゃん。なんで？何ここ？どうなってんの？うわ。いる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 。どう行くんだ、これ。はい。ここしゃがんで逃げられない？あ、ここで巻くのか。このものがあれば気づかない。お、玄関だ。これでいいのかな？おー、来た！クリアかな？地蔵、あ、そうだ。忘れてた。地蔵の頭を戻そう。これいける？おぉ。呪われた部屋を探す。はい。さっきの金庫があった場所？それ違うよな。あれ、これもう、モンスター消えたかな？あ、消えてね。いるわ。え、待って、赤いやつなんで復活してんの？ぶっ飛ばすよ。なにこれ？ん？うぅ、なにこれ？は？ちょっと待って。わからないことだらけ。うん。とりあえず、出るか。え、なに今の？はい。え、これ何？え？これ触ったらどうなる？あ、なんもなんない。
ん？これは？サンゴ礁みたいなのあるよ。うん。え？ど、うわ。電話鳴ってねえのに。あ、鳴ってるわ。やっぱあそこか、音聞こえないんだね。じゃあ消しましょう。はい。これで、おし、OK。で、あれ？てか、2階のあの鍵は、どこで手にしたっけ？ちょっとなんか、頭が、完全押したな、これで。ちょ、申し訳ない。なんか、今度、やめてくれるかな？どっから？あ、こっからか。ありがてえ。なんかさ、前回より優しくなってない？これ。はい。そう、さらに、イージーモードもあるんでしょ？こりゃ、ありがたいね。さあ、ここは。これ、なんで開くんだろう？謎。はい、これも今、お地蔵さんの頭かと思った。てか、さっき混同してるって言ったじゃん。そう、厳密に言いかけたんだけども。それはね、僕の間違いっぽい。確か、あの2階の付け当たりの鍵は、もうセーブ入ったからやんなくてもいいんだよな。うん。では、次はこれよ。うん。呪われた部屋を探す。なんだ呪われた部屋って。これは？あ、これ、これヒントか？真珠の配置。清められた真珠を部屋の四隅に添える。あ、そうなんだ。なるほど。だからあのサンゴ礁ね。はい。あのサンゴ礁の時に、なんかこの真珠ってものを置けばいいんだね。うん。はい。そうすれば開かれんのか、この呪いの扉も。汚れの10万。この儀式は、はい。うん。あ、そうかも。邪悪な影響を浮き彫りにする。先祖の恨みの管理。うん。地蔵の頭今、屋根裏から取ったもんね。はい。浄化の目的として、汚れを排除するために行われる。はい。儀式の手入れを怠ると、場所は悪影響にさらされる住人に限らず、周囲の人々は身体的な精神的な健康を害し、多くの場合は発狂死する。俺じゃん。そのため、顔の浄化は定期的に行う必要があるが、浄化を行った者は確実に死に至るだろう。浄化を行った者、待って。でも今、主人公は浄化しようとしてんだよな。うん。ここを置くと浄化されるんでしょ？え、大丈夫なの？まあ、いいか。次どうすんだろう。はい。この中に今いたよな。あ、いる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 、ラベル。真珠、真珠。家にあるか？真珠。外っぽくない？ちょ、一回確認していい？よいしょ。いや、ここの通路はつけとこう。どっから来たのね。懐中電灯で、あ、追っ払えるよ、これ。どうだろう。はい。真珠ってなんだ？これ、あれ？なんか手に入れたぞ。どういうこと？はい。こんなのないもんね。ちょっと待って。なんかいる！さっきのやつだ！はい。これか？あ、そうだ！なるほど！ちょっと待って、やばい。あいつはまずい。家の周りにあるっぽいね。はい。なってる？真珠2個手にしたから。あった。3個目。おお、外は逃げやすいから結構簡単だな。あと一個どこ？これ？あ、違うか。これ雑草だね。さあ、こっち側にあったりするか？これも、周り見てみようか。さあさあ、あるかな？あったこれでいいのか。これで4個集まったから4本か。4本集まったから家に戻ればいいけど、多すぎだろ。なるほど。ちょ、閉めよう。あ？よし、OK。閉まった。これで、つけて。なんでつけないのこいつ。待って、主人公電気つけてくんない。なんで？もうこれでいくわ。もういいや、乗っける。はい。これで、いけるかな？来い！浄化できた、これ。うん、でも主人公死ねえよな、多分。なんか出てきたぞ。315661。はい。315661。これ、あ、上のか。なるほど。じゃあ行くわよ。さあ。電気つけて。ほら、もうつかないのよ。なんで？電気消えたまま行かないといけないのかな？あら、まあ。ほら。どうだっけ？ここじゃねえわ。この奥でね。うん。いけるか？来た！はい。できますよ。315661。やった！さあ、鍵を手にしました。これあれだ！あの仏壇だ！なるほど。面白いじゃないのよ。さあ、いけるかな？仏壇確かここだよな。うん。鍵かかってる。あ、違うの？
あれ鍵どこやったお前。主人公あれ取ってない？ちょっと待って。あれれれれれれれ、ああ、取ってないわ。これ、やっちまったな、完全に。これで、仏壇行けば開くと思う。さあ、行けるか。おー、行けた！おー！次は、あ、まだある！何ここ？はい。現在、孫の真珠の必要な量が増えている。はい。このままだと死ぬまでたたりと向き合わなければならない可能性が高い。おお。大切なのはこの情報を本人に悟られないようにすること。彼はおそらく連続した何かしらの意識を持っている。何かしら？そのことを忘れないようにするべきだ。うん。この問題に対処するためには慎重な行動が必要であると同時に、生成時の意識の混濁を利用するべきだ。うん。もう一枚は？この間散歩してる時に見かけた地蔵が、生意気そうな顔してたから蹴っ飛ばしちゃった。お前か、みつこ。そしたら生意気に呪いなんかかけてきやがって、ふざけた低俗なれ、私の邪魔ばかりしよって。うん。なかなかね、メンタル具合がパワーちゃんみたいな。はい。懐中電灯使おう。さ、いけない。うん。でもなんかあんだよな。これ取れないもんな。縄を切るのか？この箱は？うん。お、階段、あ、ここから来たのか。向こう側は？なんかあるわよ。青い光が見える。なんか広くない？ここ。うわ。ちょっとまっすぐ行こう。あ、待って。やめてよ。挟まってバグるとかは。よいしょ。あれ、いけない。これは？お、いけた。何があるかな？またこれある。いけないもんな。回り込むのか。さあ、行きましょう。うわぁ、いっぱい縄がある。ここはモンスター出ないのかな？うん。多分ぽいね。この洞窟は多分追われることはないだろう。さあ、取れるわよ。よいしょ。はい。かつて一つの家に夫婦が住んでおり、ある日夫によって家を追い出された妻がいた。おう。その女は深々と恨みを抱いており、闇の深淵に落ちた心が邪悪の道を選び、恐るべき計画を巡らせた。ある晩、近隣住民は忽然と姿を消し、村は静まり返った。おう。村の住人たちは次々と姿を消し、ただ一人、妻の夫だけが生き残った。おう、彼は何も知らず、村に、おびただしい血の海が広がる目撃者、見てけ、関係。あまりの村のハプニングにボココ出ちゃいましたが、はい。その村は忘れ去られ、なんで？呪われた土地と化し、妻の復讐の影は永遠に続いた。ほう、ようわからん。次は、あ、来た。はい。うん。電話の塔が彼にとって、苦痛の源、あ、なんかさ、さっきの怪奇現象の数々は、こういう部分に基づいて来てんのかな？多分そうだろうね。うん。電話の音が鳴り響けば、彼の心は激しく躍動し、彼は徐々に来る。ああ。はい。電話を解体して、一時の平穏を感じたと。しかし、彼は異常な執念に駆り立てられ、電話の音がどこからでも聞こえるようになる。辛いな。うん。その苦痛が深まった。で、公衆電話やあらゆる電話を彼は破壊するようになったと。うわ。その道を歩むにつれて、彼の心は破滅へと向かった。うん。彼の行為は次第に狂気の極みに達したと。彼は自身の苦悩を終わらせることはできず、かつての人生とは別の闇の中で過ごすようになった。わお。かわいそうだね。ああ、ここっぽい。いける？いけるね。なんか鳥居あるぞ。うわ、ここっぽい。どうすんだ俺。はい。これ先進めんの？うわ、3つ綺麗。なに俺。俺も浴びたい。さあ進みましょうか。お、あ、ムービーだ。なに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 、なんか来る？え、潜った？主人公。うん。うわ、なにこれ。逃げて逃げて。うわ、怖っ。これが顔か。はい。これ、接吻化したのかな。あ？
どうなっちゃうの？これさっきのあのお供え部屋じゃない？うん。なにこれ？誰？うん。おばあちゃんか。ああ。タイトル回収。え、本当に使えない孫だね。お前マジか。すぐに捕まりやがって。何度も手間かけせるんじゃないよ。ほら、早く寝室に行きな。あ？あ、ちょっと待って、これまたリスポーンするってことか。次はちゃんと払うんだよ。毎回死ぬたんびにおばあちゃんが生き返らせてたんだ。あー、なんで孫にやらすの？多分でも孫じゃないとその役が払えないみたいな条件があるんだろうな。マジか。ハードモード今やる？これ一応クリアしたけども、これバッドエンドだよな。このホラーゲームいくつかエンディングがあるっぽいから、トゥルーへの道があんじゃないかな。ちょっともう一回やってみるか。こっからかよ。なんかあるのかな、ここ。なかったです。うん、多分これ初めっからかな。どうすんだろう。これさっきのバッドエンドの流れだと最初からやんないと無理っぽいよな。あのおばあちゃんのセリフ、ちょっともう一回行くか。でも今回は番号とかかってるから固定かな。固定であれば多分クリアできる。うん、最初から金庫の方行こうよ。はい。あ、でもおもちゃをこれまず片付けてからじゃないと無理か。うん、ここが開いてないもんな。あー、なるほど、これがそういうことか。じゃあここの廊下のさ、この突き当たりの鍵を見つけたら即打っていきましょうか。はい、315661だっけ。うん、確かそんなんだって気がする。では行きましょう。再び頑張るわよ。さあ、まあでも流れがね、もう合ってるから楽。てか待ってよ、ここ打てるじゃん。881だっけ。881、あれ1ん ?811 か。811。あ、開かない。やっぱ881か。うん。これやっぱ順序やんないと無理っぽいね。うん。俺大丈夫今。すごい割られてるよ。さあ、下行こうか。ではでは、これ大丈夫かな？うん。いるね。はい。バールを取って。バール取った瞬間もうこいつやられるから。さあ、めくっちゃうよ。OK。はい。ひな人形も手にした。で、こっちか、おっと？いる？ちょ、これつけたいな。つけて。はい。これを確認してから。うん。変わるもんね。フラグ立ったから、お風呂場行きましょう。ここつけたいんだけども、あー、戻ってる場合じゃないな、もう。これじゃあもうこのまま行っちゃうか。はい。OK。さあ、結合しましょう。これで、うん。C で。はい、OK。さあ、ひな人形を置きに行きましょうか。さあ、ひな人形はここじゃない、隣だな。うん。さあ、つけて。ふぅ。セーブされたね。はい。で、次が、なんだ？はい。札。札が確か上だよな。そうだ、ここだ。はい。今、回収したから、もう行っちゃおうか。よいしょ。バールはもう取ってあるよね。はい。小さな鍵。では、これで開けられるかな？ 2 回行こう。よいしょー。カチャリ。で、つけますよ。追ってるね。危ない。どうだ？来た。これで開いたから、いけるかな？ちょっと打ってるか。チャレンジしましょう。はい。ではでは、なんだこれ。あ、消えるんだ。315661。開かない。やっぱフラグ順にやっていかないとダメだわ。頑張ろ。さあ、ちょっとここはもう用ないんで。ギョギョ、お前。全く別のモンスターに襲われた、今。さあ、電話鳴ってるわよ。うん。電話無視して、あ、ここ開いてたわ。開いてたし、赤いついてたわ。消しとこう。さあ、電話ちょっと無視するぞ、しばらく。赤い女が入ってきてるけども、多分まだ近くにいないんじゃない？うん。では、ここ消して、ここつけて、よし、OK。近いか？笑い声が結構近くに感じた。危ねえ、今。消滅したよね、エレが。
いるいるいる、そこか。さあ、電話を消さないといけないから。よいしょ。はい。はい。さあ、消しに行きましょう。はい。ダッシュダッシュ。やっぱ玄関のところは聞こえないんだね。電話の、お前、何してんの？どけ。でも彼は電話の精霊だから無視しててもいいかもね。あそこにいる分には問題ないだろう。さあ、ひたすら回収しますよ。あ、まずい。電気をつけ忘れた。危ねえ！ふぅ！そこにいるっぽいな。一回消して、こっち側から回ろう。はい。どうだ？いる？いないね。ほっ。さあ、ここは札は。あ、そうだ。札ここはねえんだ。よいしょ。やっぱ電話やかましいな。さあ、どこに行ったかな？さあ、行きましょう。さあ、はい。これ取って、うん。うん、4枚目。さあ、キッチンを探そうか。ちょ、こう消したいけど、もういいか。つけよう。よいしょ。これ消せばいいね。奥側にあったよな。うん。場所は毎回一緒なんだね。ではでは、この奥にも確か1枚あるんで。うん。あ、てか、これ、この場所なんで、あ、でも違うか。元は窓があったところに、木の板を貼ってるだけかな。お風呂場にも確か1枚あったんで。よいしょ、お邪魔します。はい。どうだ。ここはないよね。危ない。さあ、このままいけるか。そいー。はい。OK。さあ、あとは、3枚。お手洗い場に1枚あるから。よいしょ、ここはないよね。お手洗い場取りに行きましょう。さささささ。あれ？あった。あと2枚。あ、ここ取りやすいでした。よいしょ。さあ、あと1枚。いいですね。慣れると結構簡単だわ。このゲーム。ちょっとまずいぞ、これ。どうすんだ？電話行けばよかった。俺何してんの？アホー！ちょっとまずい。電気つけて。Uターンしないかな？終わったんじゃないこれ。突っかかってくれてる。おーしょ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 。オッケーオッケーオッケー。帰ってくれ。えらい。めちゃくちゃ純だわ、あの子。おいで。ここで巻くしかない。さあ、電話消しに行きましょう。あった。はい。さあ、10枚手にしたんで、ひな人形の方に行きましょう。やっぱ分かってるといいね。はい。では、封印。封。外探索。では参りましょうか。停電起きてないよ。はい。よいしょ。おいる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 。でも復活すんだよな、この子。うん。探索。さっき明かりの方に鍵があったから、明かりどこだ？あれ？あった。ここら辺で撮ったよな。どうになったの？あ、これか。さあ、番号を確認したんで、これでもいけるでしょう。8。8、8、1、オッケー。来た。やっぱあのメモを取んないといけないんだ。うん。分岐どこだろう？やっぱあの、浄化してか、でかいさ、キューブ型の目あったじゃん。あれは浄化してからが、分岐だと思うのよ。うん。あそこあたりがね、個人的には怪しく感じる。さあ、連れ去られよう。はーい。歯茎すごいんだよな、あの子。はい、開いた。ではでは、この子たちがいる近くに多分ゴールっていうのはあると思うから、うん。やっぱり、すぐ通路出れたわ。やっぱすぐ出れるな。あ、違う。あ、全然違うわ。さあ、ここまで参りました。おっと、なんでそんないんの？いや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 。ずるいだろ、お前ら。これ、2匹無理じゃない？ハードモードやん、もう。通常モードなのに。どうしようかな。結構、目まぐるしくここ開いたり閉めたりするから。あ、来た。オッケーオッケーオッケー。これ、こっち側を引き出して、来るかな。おいで。こっちだよ。ここで巻こうか。はい。でも来いよ。はい、いける。これで。よし、オッケー。はい、起きた。で、この先にいいんだよな。うん。ここでもう閉めよ。よし、オッケー。彼女開けられないからね。さ、おっと、まずい、危ない。そっち確認。お前危ねえ。ふぅ。これなんかすぐ閉まんだよな。お、消えてる。あ、違う、戻ってるわ。
こっち側だよね。あれ向こう側だっけ。あ、ちょっと待って。くるくるしてたら分かんなくなっちゃった。ちょっと前。こう、おびき出せて。こっちか。あ、ぽい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 。危ねえ危ねえ。ふぅ。でももう行って、今行ったよな。右側。大丈夫か。ほら、いる。ここいたんだ。おいで。さあ、ここで巻こう。あれ？お前ずるいぞ。なんで消えたんだ？ん？ちょ、こっちおいで。そう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 。ちゃんと僕を見て。よし。これで行こう。まっすぐだよな。よし、オッケー。さあ、ここも確か行っているから、あ、この子が今の子かな？うん。はい。行きましたね。さあ、お地蔵さんに頭を戻して、呪われた部屋を探しましょうか。さっきなんでこのライトつかなかったんだろう。うん。では、はい。うん。これを回収しに行こうか。外側、ここ電気つけとくか。見やすいもんね。じゃあ行こう。はい。オンも2マイルはよ。この隅に1個あって、よいしょ。赤い女も徘徊してるからな。うわ。お邪魔よ、君。さあ、進んで。はい。2本目。3本目が確か、これだ。たまたま取ったやつ。で、4本目が向こうかね。うん。おっと、いっぱいいるな。あれ、赤女来ない。よいしょ。OK。さあ、気づいてね。で、行きましょう。お前来んのかこっち！え？待って待って、積んだ積んだ。なんで今引っかかったの？ちょ、待ってくれよ。はい。では、いる。これで、行くわよ。はい。はい。ジョーカー。うん。うわ、眩しい。で、どないすんねん、これ。金庫打ち込んでからかな。はい。さあ、打ち込みに行くわよ。では、では。3、1、びっくりした。はい。3、1、5、6、1、6だっけ？あれ？何番だっけ？ちょっと待ってよ。ドキュメント。315661か。315661。はい。来た。で、うん。鍵も取れましたね。多分、この辺から分岐になるだろうから、家の中と外を確認しましょうか。うん。何か増えたりしてるかな？そう、仏壇行くと、洞窟に繋がってるから、その前に、調べ物あるかどうか。ここは、ないな。ちょっと待って。どうしようかな。ここで回避するか。よし。こっち来い。それなんだよ。入るなら早く入りたまえ。部屋に入れないようになってんのかな？うん。じゃあこれ積んだじゃん。あ、来た来た来た。よし、酔っ払いでよかった。さあ、これ危ねえ。つけて。消しちゃおう消しちゃおう。あれあれ電話がない。は？なにここ。ばあちゃんいた部屋や。え？なにこれ。はい。え？汚れ。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと安全のとこに行きたい。行けるか？電話切ると思ったら今なくて階段があったね。は？これどうすんの？まだいんのかお前。これで仏壇入るとか？ちょっと待ってね。怖いから一回ここで確認するよ。あ、これ、持ってくのかな？さっきの顔の部屋に、顔の洞窟に持ってったら、汚れが、こう浮き彫りになって、なんか変わるかな？ちょっと待って。行こう。どうだろう？さっきの顔面とこ行くか、じゃあ。ええー。一応こうやってみましょうか。ちょっとちょっと。いい感じじゃないこれ。さあ参りましたよ。いろいろね、手紙も回収しました。はい。ただ、あ、そうだね。多分全部取れたんじゃないかな。一応これ写しておきますね。うん。この辺の。はい。これ見たもんね。はい。いや、すごいなこれ。
うん、極秘情報に1じゃないのかこれ。はい、さあこれで、あ、この水を今持ってんのか。封印を維持できない。ほう、これじゃない？ではでは、変わるかな？どうだろう？え、これ、使える？どうすんだ？調べるとか。いけないか。このまま行くしかないかな。変わるかな？どうだろう？声。どうなるかな？いける？あ！変わった？あ、変わってる変わってる。おお、さっきなかったよね、この演出。はい。発煙筒焚いたみたいな感じになってるけども。はい。お、なんだ、ここ。ん？あ、車通った。はい。え？これ逃げれたの？主人公。どうなの？うん。はい？封印がどうかしましたか？うん。すいませんね。電波が悪くてですね。よく聞こえませんので。はい。切れてしまったわ。え？さて、バカマゴはそろそろ死んだ頃かね。あ！え？これ車運転してるのばあちゃんだ！うーわ、怖っ。な、うわおばあちゃんなるほど。孫が、あの、洞窟で電話したんだ、おばあちゃんに。なるほどね。関西人なのかな？主人公が洞窟でおばあちゃんに電話してから、汚れを払ったよっていう報告をしたのかな？したら、今の爆発ね。なるほど。おばあちゃん今家にむつかみかみかみかか、あまりの衝撃にボコボコ出ちゃいましたが。はい。まあちょっと嫌なおばあちゃんだったから爆発してよかったね。でも主人公もなんかなくなるのって、腑に落ちなくない？うん。汚れを払ったのに、主人公もなくなるし、おばあちゃんも吹き飛ぶっていう。結局でもあの顔は外に徘徊しだしちゃったのかな？じゃあ街観光すんだ、あの顔。はい。ということで、皆様どう感じましたか？ここはこうなんじゃないの？みたいなのが何かあれば教えてくださいね。はい。そしてなんかデイタイムってのがあるよ。これ何？あ！昼になった！おー！すごい！え？なんだこれ？はい。何が違うの？ちょっとこれでやってみるか。うん。てか赤い女ここにいんな。何してんの？知らなかったわ。はい。タイトル画面に映ってる例はここだけじゃなかったな。これでやってみようか。はじめから？どうだ？変わるかな？この部屋は窓とかないからわかんないよね。はい。お！明るい！すげえすげえ！明るい状態であいつら来んの？おー！やばい！うん、あ、いるわ。足音聞こえる。そう、明るいとやっぱ怖くないな。いるー。ふふふ。消滅してもらおう。外は？おお、おお、すごい笑顔だったな。はい。なるほど、こんな感じなんだ。あれ、こっからか。はい。ということで、今回この動画が、このゲームがちょっとでもいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。いやー、面白かったな。うん。前回はさ、忍びになってしまうバグとかもあったけど、そう、改良されて、すごいやりやすくなりましたね。はい。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。はい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 。2回目もっと早くなったな、今。バイバイ。